栃木の名店を訪れて美食をめぐる土地めし。宇都宮駅より徒歩10分、市街地の中にあるお店、普段カフェ。普段をモダンにをコンセプトに、広がっているのは心地よい光が差し込む開放的でおしゃれな空間。コーヒーだけでなく食事メニューにケーキと、連日女性客でにぎわう宇都宮の街中のオアシスとして人気のカフェです。古き良き喫茶店の要素もありつつ、新しい人たちにも受け入れやすい、普段使いしやすいカフェという感じですね。中でも佐々木さんがおすすめしたい料理ってありますか？女性の方はどれも喜んでもらえると思うんですけど、モーニングですかね。モーニングのメニューは全9種類、中でもおすすめはパンケーキセット。独自の配合のパンケーキの生地、これをふっくらと焼き上げればとろけるような程よい甘さのパンケーキに。ここに添えていくのはいちごやバナナ、キウイなどの旬のフルーツ、全部で6種類。シュガーパウダーをまぶしたパンケーキが見えなくなるほどたっぷりと乗せれば完成です。サラダとスープがついた普段カフェのモーニングパンケーキセット。今フルーツが多いのであんまりこう重くならず、さっぱりとビタミン C もいっぱい取りながら召し上がれるパンケーキになります。宇都宮のオアシスでのモーニングセット、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。